住み慣れた我が家に邪魔の匂いを感じ、クラシコガチャだよ、大将お茶めちゃお茶ぺーということで、ばツイッターとかで皆さん切れておりますが、いかがお過ごしでしょうか。対象者がボンバーしているということで、なんでそんなに対象者が多いんねんみたいな。わかるよ、わかるー、その気持ちとてもわかるー。まあでも先週だっけ、一個前、ジーコのねガチャ、あれでもねベスコセレクション入れてきましたから、バーバーしております。ただちゃま一つだけ嬉しいことがあった。ペスセレクション、天下のペスセレクションにですね、私が大好きなスコッコ、あの2018の序盤に疲れていたスコッコが選ばれて、おっぱっぴおっぱっぴぴーでございますということで、関係ないんですけどね、今日ねマッサージ屋さん行ってね、うつ伏せにさられて顔下ね、なんかこうもみ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 されたんだけどさ、もみもみなんか揺らすのあるじゃん、ギュって揉むのとさ、グイーってグイーってなんかラインをグイーってやるやつと、なんかこうこんなやつあるじゃん、なんかこの辺でグリ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 みたいな。俺最近思ったんだけど、デブってダメだなって。おっぱいとさお腹があってさ、体の中心とはさ別なわけよ。ここがさめっちゃ揺れてこうやってみたいな、体がさめっちゃ揺れんの、これでグーって酔っちゃった。デブってね、そういう危険性はらんでますんでね、マッサージ行く時は太ってないか自分でねチェックして気にしてくださいということで、誰を引くんだちゃまちゃま、マジでちょっとチェックしてみよう、マジで誰引くの俺。今日さ、午前中に動画撮ってさ、あでも今日クラシコガチャだしなみたいな、頭ぼーっとしてたのよ俺、あーなんか眠たくて、あークラシコガチャメンテ明けに動画撮った方がええやろなーみたいな感じでパーしててでも誰もいないんだけど、マルセロ、いりません、トニークロースいりません、メスとエジルいりません。あ、強いんだけどね、エジルは今作。イニエスタもいらんな、ピケもいらんな、ベンゼはちょっと欲しいけど、持ってたんだよね。使ってみてそんな強くなかった。ティアゴ・アルカンタラ。ちょっとね、俺のね、戦術ボンバーにはね、いらない人ばっかりなんだよね。なんでなんだろう、ペペ、あ、ペペもね、一回持ってたけど放出しちゃったんだよね。なんか知んないけど。まあ、どうせいいだろ、みたいな感じで。正直、誰一人として欲しい選手はいないわーっていう感じなんだけど、マジでねいない。でなんかこう使える選手とかもねいないんですよ。ただジャマがこれ何のために引くの、じゃあ何のために引くの。ロナウド一回放出してみる。レベル下がってんのかな。ロナウド一回放出してみよっか。これいくら取られるんだ、これいくらだと思う。1万円以内に帰ってくるかな厳しくない、だってシルバー、ちょっと待って、ロナウドのレベルを見てみよう。結構レベル高かったらちょっとご勘弁願いたい。そんなにレベル上げてないような気するけど、36、あー高い、高いっちゃ高いね、これね、高いっちゃ高いからやめとこ。見よう、だってほら見て、平均出場試合387で449得点だよ。ぶっちぎり1位だよ。メッチなんて628で330だから、ぶっちぎりのパーだから、何のために取るのかみたいなとこあるもんね。やっぱなんか放出とかしない方がいいと思う俺。まあのミスって放出とかしてたけど、やっぱねあのたまにいるんですよ、あのなんかこう動画の企画で負けたら選手放出とか、ああいうの俺ねちょっと好きじゃないのよ。なんでかわかる、なんかもうそれなんか結局それってなんかウイレをさ愛してないよなみたいな。かといってなんで引いてんだろう俺、かといってなんで引いてんだろうっていうのあるけど、まあ、強いやつがね混ざってるかもしれないんで引いて見ていきましょうと、ボンバーしていきましょうみたいなね。まあ、マルセロとかワンチャンあるのかな、どうなんだろうな。正直ね、あ、ヒート。誰？ムバッペ的な頭してたけど。おー、アウベ。アウベ、スタミナどうなの？知事さん？ティエンセンス？ボルダッシュ。微妙いな、これ。
ベイルとかさ、あの3バックのベイルとか使ってんじゃん、あそこ。あそこに入れちゃってもいいかな。まあ、今んとこね、フェリペ・ルイスぐらいしか使ってないからね。逆でね。それが微妙みたいなね。ズバイル・フィダルね。なんだろうね。なんで弾いてんの俺。なんで弾いてるのかわかんない俺も。頭おかしくなっちゃってる。だからもうなんかいろいろ話をしながら、もう弾いていくしかないよね。ただただ無駄に。1月の十何日かに、あの、世界大会に出れる、オフライン大会。その大会で優勝したら世界大会出れるよっていうオフライン大会があるみたいなんで、それぜひみんなでエントリーしましょう。ちゃめエントリーしましたよ。ただ、まあ東京かな？コナミ本社でやるんで、ちょっとね、やっぱ、交通費はね、交通費がパーパーなんでね、その辺の余裕がある人。ダビド・ティモール。まあいいか、でも。あれしょ？ケイタ・バルデをマックスにしよう。ケイタ・バルデと、1万円分引きたいけどね。1万円分引きたいけど、割とね、コンパ、おーおーおーおお、黒きた黒きた、バグハッティーバグ、やつじゃん。絶対やつじゃん。ナバッちゃんじゃないの？ナバッちゃん来たー。絶対いらんから、マジで。見てこの、身長185だから。もうさ、うちにはね、ノイヤー、クルトワ、デヘアと、おりますの。もうキーパーの枠は一つとしてありません。また黒じゃねえか、これ。なんか急にグワー、たまにあるよね。なんか押してもさ、スピードがさ、変わんないというか、なんだこれ、ダビド・ロペス。あのね、コナミセレクションマジでセンスないわ。マジでセンスない。どうせだったらさ、あの、ヤングスターガチャの時みたいに、こいつ強く、なんかシルバーとかさ、ゴールドとかでも、こいつ強くなるかもしれんみたいな。こうね、入れてくれたりだとか、あとはレジェンドを入れてくれたりだとか、そういうのしていかないと。クラシコガチャっていうのを言ったらね、まあ今までのね、3年だっけ、3年よね、ウイレにね、課金が導入されて、クラシコガチャ、チャンピオンズリーグガチャ、この日本は課金のしどきだよって、イベントの一つになってるのに、そのイベントになんで自分で泥塗るのみたいな。泥塗りボンバー、まあ、正直この時期のクラシコはあんまりですよ。あ、まあ、でも、まあ、時期にはよるんだけど、割と結構みんな、課金をしてる人たちはロナウド、メッシとか持っていて、で、そういう人って、クラシコガチャとかチャンピオンズリーグガチャとかじゃなくても、こう、ガチャを引けるから、その、イベントガチャにね、そんなに期待してない。イベントガチャってどういう人が期待してるのって言ったら、やっぱり、あんまり課金できないとか、無課金で GP 貯めてますみたいな。そういう人たちが多分ね、その対象になるというか盛り上がるわけよ。これは聞いてるか？だから、そういう人たちのために、まあ、外れができるだけ少ないガチャとかにしてあげて、チャンピオンズリーグガチャと、クラシコガチャだけはね、今までもそういう、そこを目的にみんな頑張ってきたわけだから、これで嫌になって、いや、離れる人とかもいるだろうし。なんかこう、プラスにしていかないといけないところを逆にマイナスにしていっちゃうみたいな、とこがあるんでね、ちょっとなんか、どやね、どなんかどうなんかっていう意見はたくさん出てますが。まあでも確かに、コナミさんは、別になんかそんな、言ってないけど、みたいな。クラシコガチャ、熱いって言ってないけど、みたいな言ってるけど、まあ、そこ裏切るともう次から何を信用していいか、わからなくなっちゃうんで、やっぱりこう、ちゃんと出すときは出すみたいな。パチンコ屋さんとかスロット屋さんとかでも、出ないのにイベントって嘘ついて、そんな店には客つかなくなりますからね。もう、信用がなくなりますから。その辺がパーパーですからね。で、課金するやつは、もう正直黙ってても課金するんで、無課金の人をどう盛り上げられるかっていうコントロールを、ガチャのイベントでやった方がいいんじゃないかなと、じゃあまあそう感じております。まああとライブアップでなんでしないのみたいなね。年末年始ライブアップでができないのであれば、まあね、休まなきゃいけないから、コナミの方々も。年末年始ライブアップでができないのであれば、年末年始特別のなんか前もって予定とか入れれないのかな、わかんないんだけど、この週はなんかセリエ A で、は全員絶好調。この週はプレミア絶好調とか、ヨーロッパ絶好調、ブラジル絶好調とか。
なんかそういう面白みのあることしてもいいんじゃないかなみたいな。年末年始ね、ほんと僕のもう4年5年ウィーニングイレブンでのみで、まあ、ほぼそれメインでチャンネル運営してますけども、やっぱ年末ね、あの年越えたらガクンと下がるんですよ、数字が、再生数が。やっぱライブアップでライブアップで原因の一つかなと。まあ正月にねお年玉もらって、それをなんか別の娯楽に使ったりだとか別のゲーム買ったりして、そっちが忙しくなる説もあるんですけど、ライブアップデーでこうやっぱ話しちゃってんじゃないですかっていうね。本当にライブアップで入んないと面白くないから、そうなったら年末年始暇で時間があってなんかしたい、ウイレしたい、でもウイレは面白くない、じゃあ別のゲームやりましょうとか、なんか他のことやっちゃってハマっちゃって、でそっからもうくるっとウイレ、気づいたらもうウイレやってねえなみたいなこともあるんじゃないですかね。1年楽しませてほしいっていうか、早いんじゃないですかね。まあ1年は無理でも、あ、マルコスアロンス来た、夏前ぐらいまで持っていきませんか、お願いいたします。ちょっとやっぱりね、盛り上がってないというか盛り下がってるゲーム、今もうみんなねツイッターとかコミュニティがあってね、ウィーレアカウントとかで作ってみんなのねこう TL が流れてくるわけですけど、ちょっとずつちょっとずつやっぱりウィーレのこうツイートがね減っていくのはとても悲しいことですよ。そんな中よし今日もウィーレだっていう気分はちょっとずつこう薄れていくし、なんかねやっぱそれこそやっぱ誰かと競ってみたいな。おお来た、おお来た、黒コナミさんありがとう。ナイキ誰だ、またとか誰、どうせ、おっ、あチアゴアルカンターラはいいんじゃないの。ただね、ベラッティ・ビダル、ベラッティ・ビダル・カンっているからな、使いどころないじゃないけど、まあ、ライブアップデー次第ではね、ちょっと使ってみたいと思いますけど、まあ、1月中盤まで出番はないよ。ね、せっかくクラシコガチャで選手集めたのに、使いどこないよと。使いどこないよということで、じゃあ、まあ、ガチャ引いて、もういいかみたいな。これがもうジアゴシルバー今週 A だったら、あ、ちょっと何試合か使ってみようかなみたいな、あると思うんですが、とにかくこう時間をね、コナミさん今大事なこと僕結構言うと思うんですけどね、僕お金をね取るより時間を取るようにした方がいいと思いますよ。コナミさん、お金をね取るセンスはもう20丸、ユーザーからお金を絞り取るセンスはもう30丸ですよ。時間絞り取りましょう。ほんと YouTube とか見ててもね分かると思うんですけど、 Twitter とか見ててもわーわー盛り上がってくれるのはね子供たちなんですよ。大人はそんなにねコメントしたりどうとかしませんから。ギヨーム事例、顔結構好きよ。あ、この人か。子供たちのハートをいかにガッと掴むか、無課金の子供たちをボンバーしてわーわー盛り上げていくと。スマホ版でそれができてるから、うーん、プレイ4版はいいかなって思っちゃったのかな、なんかよくわかんないですけど、もうちょっとなんかこう年末年始特に僕なんかね、にもう毎日年がら年中ゲームばっかしてますんでいいですけどね、社会人でもう普段忙しくて年末年始ウイレ楽しもうっていう人がね、ライブアップでなしのマイクラブをやらされるっていうのはね、かなり微妙な気持ちになりますんで、おかか、ぜひぜひですね、ぜひぜひ本当に4800円かお願いいたしますということで、マジで目的もなく引いてるけども、ケイタバルデってコンディションどんぐらいだっけ、ちょっと一回ケイタバルデ、あ、そっかそっか、いやでも別にコンプしなきゃいけないからまだトレーニング工事するのもったいねえなと思ったけど、別に誰か欲しいわけじゃねえからな。選手育成監督でねちょっと一人良さそうなのがいたんだけど、あれ多分イベント下の方にいたからイベントの人じゃないような気がするな。ムバッペ、あ、ムバッペマックスにした方がいいか。ケイタバルデ、じゃあここじゃないわ。ジェズス、俺がしたいのはジェズスとレナト・サンチェスとムバッペとケイタバルデなんだよね。ただケイタバルデな、まあ、カンテとかをねガンガン上げてもいいような気はするけどね。ダニアウベス、どこだっけ、ケイタバルデ87とか
もっと下だっけ、ケイタバルデ。てかケイタバルデはもうちょっとで、ドンナルマ、あ、でもドンナルマ、あ、クルトワ行く。ケイタバルデはもうちょっとでマックスだもんね。あと6とかだもんね。90ちょっとかなみたいな。あと誰だっけ、ラッシュフォード。あ、ラッシュフォードも11。ここ99近くになるんじゃないこれ。決定力が微妙だよね。あと誰だ、60。あ、マルシャルもありだよね。決定力85ぐらいまでいくんじゃない。マルシャルでもスタメンで出てないからね、あんまりね。途中からだから、ちょっと上がりにくいのかなって気がするけど。あ、サネね。うわ、サネいいじゃん。マネはマネ。51か。サネ上げたいね。サネってどうなの？シティがね、調子いいしね。コンディション安定度5か。ガメイロ。バレンシア。俺の大好きなバレンシア。マルキーニョス。あ、マルキーニョス。いや、ないな。あ、ジェズス。いや、コンディション安定度みんな5やな。微妙やな。あれ、レナート・サンチェスって俺持ってなかったっけ。レナート・サンチェス持ってないじゃん、俺。売っちゃったもしかして。レナート・サンチェス、マチュイディ、マチュイディは微妙でしょ。50ぐらい、50いかない。あ、51か。結構まだまだ伸び盛りだね。バッサソー、ラッシュフォードな。だったらジェズスの方がいいか。ムバッペ、あ、ムバッペはとりあえずしよっか。決定力87だもんね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。あ、何人空きあるんだろう今。14。え、とりあえずムバッペちゃんに入れちゃおうかね。いや、ムバッペマックス鬼強だと思うよマジで。ムバッペ、とりあえずムバッペとケイタバルデはマックスできるんじゃない今週。ムバッペしかも結構なるもんね、ライブアップでね。まあもう、しばらくなりませんけどね。2週間ぐらいは調子普通ですけど。ええやんけ、ええやんけ。とりあえず今いるやつ全部ムバッペちゃんに入れよっか。マジでクラシコガチャ来たーっていう動画誰と、誰という感じでもないもんね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。これで15人じゃない。ムバッペマックスいくか。ムバッピーをマックスにして、ふー、これまあね、正直さ、怒ってる人もまあいるんですよ。やっぱツイッターとか見てると、クラシコガチャ期待してたのにみたいな。確かに、コナミに別に悪いことしたかっていうと、まあ、してないっちゃしてないよね。勝手に期待して、毎年のことだから勝手に期待して、で、裏切られて怒ってるわけなんだけど、そこをやっぱ、裏切らないようにする方がいいんではないかなと、私は思いますね。いや、全然上がらんくない？あ、でも2上がったか。これ60ちょっとまでは行くのかな？どうなんだ、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あー、だからこれあれか、シルバー売らずに、シルバー売らずに取っといて、いやでももう無理だな。シルバー売らずに取っといて、金ボンバーみたいな。ていうかトレーニングコーチにするんだったら、もう普通のガチャ引いた方がいいよね。普通のフォワードガチャ引いた方がいいよね。いや、どうなんでしょう皆さん。怒りなのか。まあでも、ネイマールとかメッシとか持ってない人からしたら、いやでもそれでも、対象がね、今までだったら過去のレジェンドとかでイブラとかね、ロッペンとかも入ってたから、まあ外れが少なかったわけだけど、謎のペースコレクションで、ねえ、スコッコ来てもね、スコッコ来てもそりゃ、あーって感じだよね。なんで俺これに課金しちゃったのみたいな。ちょっとなんかその、ちょっとやり方が楽しくない感じはしますけどね。いや、全然上がらんね、ほんとね。ライブも、
ライブもっていうかレベルも全然上がりにくいですからね。ということでちょっと今週クソガチャですかねこれは。皆さんはどうお考え、お感じたでしょうか。コメント欄にお寄せください。動画遅くなってごめんなさい。これなら普通に午前中撮った試合を動画にしとけばよかった。さようなら。ああ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。